それでは定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに知事から説明があります。よろしくお願いします。まず自殺対策の強化月間の取り組みについてです。平成28年の大阪府の自殺者数は速報値で1209人となり、6年連続で減少してますが、40歳未満の死因の3割以上が自殺であるなど、依然として深刻な状況であります。そこで自殺対策強化月間のこの3月に自殺対策を集中的に実施をいたします。相談窓口の周知など、府内の自殺防止の啓発活動を行います。この活動には自殺を防ぐをテーマに募集していた、兵庫の最優秀賞、逃げてもいい、休んでもいい、生きてさえいればいい、生きてさえすればいい、これを活用をします。この兵庫は、追い込まれる前に逃げてもいいと、相談してほしいということを伝えるものです。また心の健康相談統一ダイヤルでは、平日の昼間に、ご相談を受け付けていますが、3月中は24時間ご相談を受けています。辛い時はぜひご相談をしてください。次に、アスナロ夢建築の、アスナロ夢建築大阪府公共、建築設計コンクールについてです。大阪府では、大阪府建築士会などと連携をし、将来建築技術者となる若者の育成のために、府内の高校生、専修学校生などを対象に、アスナロ夢建築の大阪府公共建築設計コンクールを実施をしています。この度349点の応募から、大阪市立工芸高等学校3年夏目愛理さんの愛し愛される集会所がグランプリ作品に選ばれました。人が集いやすいテラスの設置により、コミュニティに広がりが期待できる点、機能面、管理面ともに使いやすく考えられている点が評価をされました。この作品を府が府営住宅の集会所として実際に建築をいたします。本日22日から先島庁舎などで受賞作品のパネル展示をいたします。また3月29日には表彰式及び受賞者によるプレゼンテーションなどを行います。作品を見ていただき、若者の夢への意欲を感じ、設計力の高さを知っていただきたいと思っております。最後になりますが、ほっかほっか亭との包括連携協定の締結についてです。この後3時30分から公民連携の一環として、ほっか亭を運営する株式会社ハークスレイ、包括連携協定を締結をいたします。弁当の製造販売を展開する企業との包括連携協定は初めてであります。同社は業界では大阪で最多の約240店舗を有する地域密着の弁当チェーンであります。今回の締結を機に、災害時における避難所への作りたてのお弁当の提供や、弁当の宅配時の高齢者の見守りなど、同社のきめ細かいネットワークを活用したさまざまな取り組みを進めていきます。締結式には私も出席しますので、ぜひ、積極的な取材をよろしくお願いをいたします。それではご質問をお受けしたいと思います。まずはじめに感謝の前に調査の皆さんです。お願いします。感謝 MBS の水野です。よろしくお願いいたします。はい。まず1項目目にありました自殺対策についてお伺いいたします。うん。大阪府、各自治体でもですね、命の門番と言われるような、ゲートキーパーの養成などを進めているということなんですけれども、とりわけ中高生や、新卒で働いたばかりの若年者のですね、自殺対策について、新たな取り組みや、また、知事のご見解があれば教えてください。若者の自殺防止、対策ですけれども、大阪府では、若者の専用電話の相談、若者のハート、ぼちぼちダイヤルの開設、それから大学生の視点を取り入れた学生のためのリーフレットの作成、妊産婦のうつ対策として、産婦人科と精神科が連携する、
妊産婦心の相談センターの設置、これらに取り組んでおります。まあ、若者が、自殺に追い込まれることのない、社会をしっかり作っていきたいと思っています。次ですけれども、あの話変わりますけれども、みぞこの国の記念小学院ですね、今日、15時から私立学校審議会の、臨時会が開かれるということなんですけれども、臨時会ということで、この時期にですね、開催の運びになった理由というのはどういうことなんでしょうか。これはみずほの国記念小学院の設置の件については平成27年の1月に私学審議会において、条件付き認可適当と判断をいただいております。その条件に基づいてそれ以降ですね、私学審において、開校に向けた進捗状況を、事務局に報告していたものでありまして、それが、27年の3月と7月と12月と、28年は3月と7月と12月と、6回行ってます。で今回、みずほの国の記念、小学院の、この入学の予定者の状況などが明確になったと、いうことで私学審に報告するために、臨時会を、開催をすることになったということです。それに関連してなんですけれども、府のホームページ等を見る限りですね、平成21年以降、臨時会を開いているのはいずれもこのみずほの国の記念小学院に関係する今日含めて2回なんですけれども、何かこう開校まで手厚くサポートをしているような印象もあるんですが、そのあたりは特に、いや、これ条件付き、認可適当というのを私学審の、その有識者のメンバー20人ほどいらっしゃるんですけど、条件付きですから、その条件がいつ満たされるのということをこれ何度も確認しないと、でないと実際に、これ私学を開校するにあたって一番大切な視点はそこに通う生徒が、安定的に教育を受けられるかということです。だから条件つけてますから、その子どもたちが安定的に継続して、その教育を受けられるように何度も確かめると、これは当然の話だと思います。だからもう全く問題なければね、これはもうすっと認定されるわけですよ。でもやっぱ問題があった、それ一番はやっぱり、財務内容ですね。財務内容でここを徹底的に、私学の方が懸念、審議会で懸念してましたから、そこあたりを何度も確認してた、こういうことです。わかりました。幹事社からは以上です。それでは次の質問をよろしくお願いします。よろしいでしょうか。今の森友学園に関してなんですけれども、国会の質問でですね、民進党の玉木議員が、虐待の事案があったというふうに聞いていると、でこれ調査していくべきだということで、文科大臣もですね、大阪府にそのあたりの状況を確認していくという答弁してましたけれども、今後大阪府としてその虐待があったかどうかというのはどのように把握していく、もしくはもう何も調査しないということなのか、今後。いや、これ虐待はね、大阪府としてはもう全国で一番ね、虐待に関してこう通報窓口を設けてですね、虐待でなかったもいいんでね、いう形で通報してくれということを今やっております。で今大阪府にの届いている虐待通報の中で、この学校において虐待があったという通報はありません。だからその民進党の、どなたの情報か知らないけどね、それが事実なら、その民進党のその国会議員がね、どこどこの誰々さんが虐待あったと、これは行政に対しての通報ですから、まずそれをやってもらうべきだと思いますね。だってこっちは行政ですから守秘義務あるんで、全て守りますよ、そういう人のことは。それなしにね、
そのメディアの皆さん、まあね、これどうなんだということで、外へ向けてね、虐待あるあると発信してることがね、ちょっともう、僕は政治家として理解しにくいですね。虐待あったんなら、玉木さん、昨日来てたわけでしょ、府庁に。なんでこれ、府庁で言ってくれないのか、うん、そこおかしいじゃないですか。言われたらすぐ行きますよ、それは国会議員じゃなくても、我々は、日々、虐待情報を、もう都道府県の中で一番通報しやすい体制を作ってるわけですから、うん、だから今のところは、そういう通報のところには入ってきていないと。だからその民進党の国会議員どうのこうのって、その人の資質として、昨日府庁まで来て何も言わなかったと、これが一番僕、おかしいと思いますね。文科大臣がですね、大阪府に、まあ、そういう虐待の事案があったのかどうか確かめるというふうに答弁はしてまして、でまあ、ということは、まあ、今のところ、そういう虐待が事案があったという把握はされてないということですね。来てないんですもん、情報が。今後、まあ、そういう話が出ていて、文科省が、まあ、調べると言ってるんであれば、大阪府の今後の対応としてはどうされるんですか。いや、玉木さんという方がそれを正面からおっしゃったんなら、こちら側から連絡取ってでも、その虐待を受けた個人を特定させていただいて、対処はいたします。でもちょっと事務方が何か あるようなんで、ちょっと事務方から答え。私学科ですけれども、そういった虐待なり体罰なりですね、そういった連絡があった場合ですね、私ども私立学校を所管しておりますので、私立学校の方には確認して、で現地調査が必要であれば現地調査を行かせていただいておりますので、今のところまあ、おっしゃってる縁につきましては、そういったことがなかったという形 で通報者の方があった場合の通報者の方にも各、その返答をさせていただいているという状況になっております。大阪、まあ、じゃあ後で確認します。はい、はい、ありがとうございます。いやだから、まあ、ちょっと玉木という国会議員に連絡取ってよ、どこの誰ですかと。でないと分からんかったら対応できへんからね。うん、即取ってみて、まあ、国会のんちゃうの今日あたり。昨日大阪府まで来ててやね、何もなかったやろ。なかったです。はい、うん、それはもうどういう話なんやっていう話なんです。すぐ連絡取ります。で、もし、取れないようやったら、ABC 国会にも記者クラブあるやろうから、記者クラブでちょっと君らも報道機関としての主義義務あんねんから聞いてきてよ。うん、こっちも取るんで、うん、どこの誰ですかということを、玉木さんにすぐ連絡取って、そのまま誰が言うたこうじゃなくて事実であればえらいことになるんで。おっしゃってる玉木先生がおっしゃってるのかどうかわからないんですけれども、実際その、東京県に関わられてた退院された方から、申し出というのはありましたけれども、園の方に確認したところ、その訴訟中ということなので、それについては一切申し上げることはできないということでしたので、私どもそれについては控えさせていただこうと思っております。そうですね、申し出がいろいろありましたの でそれはでも園と訴訟になってるんでね、今虐待が現実起こってる事案かどうかではありませんから。玉木さんの言ってるのは今まさに虐待起こってるから何とかせえという話でしょ。うん、それは今のところこちらでは把握してないんで、もうすぐ玉木さんに聞きます。それで子供に何かあったらえらいことなん でまた報告します。ちょっとすぐ確認してよ。はい、うん、次のご質問、うん、毎日の青木です。うん、先ほどの関連でですね、みずほの国小学院の入学予定者の見通しがまあ大体できたから、まあ、今回臨時会を開くんだと、私学審の、うん、ということですけども、まあ、今回いろんな国会での指摘やあと報道もまたこれありでですね、非常になんていうか、まあ子供通わせていいかなどうかなと悩まれる親御さんもいらっしゃるかもしれない、その辺の影響について知事どのようにお考えでしょうか。いや、私学審 の判断、そして、認可設置権限者は今教育庁で、その私学審の判断と認可する判断の基準というのは、要は学校が安定的に運営されるかどうかなんです。だからこれはまさに、運営のための
学校の財務状況、これ大丈夫なのと、先生は揃ってるのということが一番のポイントになってます。でそういうポイントで、今私学審では、条件付き認可予定という形を取ってきたわけでね、今、この条件付きの条件の部分の財務状況と先生たちの、まあ、配置基準というのは、クリアする方向で大体まとまってきたということで今日私学審が開かれていると聞いています。あと今回いろんな話がある中で入学を辞退される方がもしいたとしても、それはほとんど判断には影響しないということですかね。うん、でも今回入学辞退者が出てもね、学校が安定的に運営されるという形になればこれ私学審として判断されます。次のご質問お願いいたします。毎日新聞の牧野です、うん、話変わるんですけれども、24日から議会が開会しまして、うん、法提供の議案も提出されると思うんですけれども、うん、改めてこのタイミングで出される、理由というか意義をお聞かせください。まあなぜこのタイミングかというと、できるだけ、住民の皆さんに説明する時間が欲しいということです。やはり前回はやっぱり説明不足ということをでよくわからないと、これ住民の皆さんから一番多かった声です。できるだけ住民の皆さんに丁寧に中身について理解いただけるための時間を取りたいと。だからまあ僕は、去年の秋も法提供の議案というのは出したい思いもあったけど、これは吉村市長がやはりまずは総合区大都市制度についての説明会を大阪市内でやりたいと、総合区も含めて中でねということになったんで、一通り24区一巡回るまではちょっと時間を、取ってほしいという吉村市長の、お話があった。だからまあそれはその通りだなということで、去年の秋はじゃあ伸ばそうよということにして、24区大都市制度の必要性についての説明会はこれは僕も一緒に回ることが回りましたので、できるだけ時間を説明する時間を取るためにこの議会で提案するということにしました。可決の見通しについてなんですが、うん、以前から知事は公明さんに協力を得たいという思いをずっと述べられてきたと思うんですけれども、現時点での可決の見通し、知事としてはどう見られてますでしょうか。いや、これは公明さんに丁寧に説明をしてご理解いただくしかないと思います。まあ、大阪の場合はもう自共民は自共民体制ですから、これ他の政党は全く、もう話し合いにすら応じないと、もう全くそういう、大都市制度についてはもう無関心ですから、大都市制度 をやっぱり変える必要性を感じてくれてるね、公明党さんは総合区ですけど、やっぱり公明党さんに、まあ、総合区も今よりは、ベターだけど、我々はさらによりベターのところのね、やっぱり特別区というものをやりたいと。だからどちらをやるかね、最後やっぱり住民の皆さんに判断してもらいたいということを説明して、理解をいただきたいと思ってます。現時点で理解は得られているという感触はありますでしょうか。橋にも棒にもかからんという形にはなっておりません。公明党さんとは、いろいろと前向きな議論ができていると、こう思ってます。ありがとうございます。他に NHK 菊山です。森友学園の話に戻るんですけれども、この間その平成27年の1月の私学審で条件付き認可適当ということで、事務レベルではその今年の4月の開校を目指しているのかなというふうに思うんですけれども、うん、知事はこの間のその議論、あるいは今日の、まあ、臨時の審議会開かれますけれども、開校時期についてはどういう形が望ましいというふうにお考えでしょうか。
この開校時期については何度も言ってますが、安定的に経営できる状態になっているかどうかです。だからそれがそうなっていれば、開校にの時期としてふさわしいということになるんでしょう。でもそれはやっぱり私学審議会がまずは判断をするということになります。それから、この間民進党の昨日の視察なんかも踏まえて、学校がまだ設置の許可が出てないのにもかかわらず、その学校側が、生徒の募集であるとか準備を進めていることに対して批判の声もありますけれども、こういった声についてはどういうふうに。これはよくある話で、要は認可適当と条件つけて、それで、生徒が集まるのかでいう形の中で、今までからもそういう形で条件付き認可適当はありました。それで、校舎を整備する生徒を集める、でそれができれば、認可を認めるということになります。これは別に、森友さんだけに限ったことではありません。やっぱり私学の経営する中でね、これはまあ卵と鶏で募集をかけるにも、いや本当に認可下ろせんのという、大丈夫開校はというのは、生徒の親たちにとってはそれはそうですし、で今度、こう学校側にしても、要は生徒を集めるためには、いや、条件があって、この条件でほぼ認可はされますよと、認可適当という判断を設けますと言って府県に説明しないと生徒集まらないか、だからそういう形はよくあることです。完全に万全を尽くしているもう、お金が有り余っている学校は違いますよ。当面は別に校舎を整備して、全て、先生も、雇い入れして全てこう整えて、当面、からで家賃かけたりね、人件費も別に、から人件費を払ってでもやっていける学校ならね、これはまあ違うパターンもあるけどね、大体の学校もはやっぱり、そこまでの余裕をあって経営されてるわけではないんで、今回のように、条件付き認可適当という判断の中で生徒を集めるということはあります。あともう一点、その昨日視察でもありましたけれども、その豊中の現地でのゴミの撤去の関係で、視察した議員は本当に今ゴミ撤去されているのかどうかというような疑問の声もありました。それから、議員からの質問に対して近畿財務局がゴミの撤去費用について明確な回答ができていないという状況もありました。で知事は昨日のぶら下がりの中でも積算根拠についてはしっかりと明らかにすべきだというお考えだったと思うんですけれども、改めてこの点について知事のお考えをお願いします。はい、まずね、不動産売買っていうのは土地 の貸し担保責任というのは売る側にあります。要は土壌汚染対策も含めて、だからこの森友学園のエリアっていうのは昔に、そういう廃棄物処理施設処理場として利用されてたっていうのはあるからね、だからもう廃棄物は埋まってるよというのは前提にあった。で、そのまず1点目に、森友学園が、リースで借りる賃貸の時に工事にスタートした時に一部の、大体これが3メートル、今これはまあ僕もメディア情報ですけど3メーター4メーター掘ったところでゴミが出てきたと。でこのゴミ撤去の責任は土地を貸す側の責任になるわけですよね。だから、それを撤去する費用として、1億3000万程度、国が支払ったと。支払った。で、この時点では賃貸リースですから、それを払った後、そのまた、そのリース料で、契約しようという話になったけど、さらに掘り進んだときに、今度は5メーターから8メーターあたり、またゴミ出てきたということになりました。
でこれも貸し担保責任は売り手が貸し側にあるんで国が撤去しなければならないと。でここで撤去費用を算出すると、8億程度になったと。で国の判断としてもうこれ8億も国がお金かけてリースでやるよりはもうこの際、その売却して、森友側で処分してもらった方がいいよねと、こういう話になって売買が成り立ったと僕はそういうふうに思ってます。まあ当事者から僕は調査権もないし調査してないんでね聞いたわけじゃないけど、でここでねその、まずは国が支払った第1弾目のゴミの処理、これをきちっと国が確認してるのかどうかね、3メーターから5メーターの範囲、これはまあ支払いしてるんだから、確認はされてると思いますよ。でその後の5メーターから8メーターのゴミね、これを試算したのは誰なのかと。で今国で言うとあれ航空局がやってるということで航空局の試算だと思うけど、でそれで、まあその試算に基づいて近畿財務局が値引きをしたわけですよ。でこの時に、近畿財務局がねこうきちっと確認をしてるのかどうかね。でこれ確認せずに鵜呑みにしてたという航空局の資産を鵜呑みにしたということであれば、これは近財の、職務怠慢ですわ。職務怠慢でこれでこのどこまでか分からんけどその部署ね、やっぱりこれは、いろんな処分対象でしょうな。職務怠慢の確認してないんだから、であとはそれをね、これは値引きだから、土地の値引きだから、処分代を近畿財務局が払ったんならね、これきちっと処分をしてないとダメなんです。今度買う側が任されたんだから、これ値引きだからね、今度その5メーターから8メーターにゴミがあったというね、事実確認は誰がしたの？これ多分借りてる側というか森友学院がしたんでしょう。5メートルから8メーターのゴミね、でこれが事実なのかどうかね、ここが一番大事なところです。これがもし事実ではなければね、これは森友学園側が虚偽を言ったことになるし、それはその森友学園側の非常に、故意にそういう虚偽を言ったんなら、もうまあそれを土地を安くするためならもうほとんど詐欺行為になってしまうね、だから実際にこれ5メートルから8メートルのところにねゴミがあるんかどうかが一番問題になってくると思います。で昨日民進党の人が、視察行ったという、あれ視察行っても穴掘ってかわざわざ視察行くんやったら穴掘って確認しないと、だから多分あの規模の建物であればね、5メートルから8メートルのゴミは撤去してないんでしょ今、する必要ないから、あの程度の建物であれば深い杭を打つ必要ないんで、超高層のビル建てるんなら杭必要になりますよ、だからこうゴミを多く外へ出すというようなそういうものを見たことないというのは、まあ、そういう意味なんだろうなと思います、だからこれもうこういう形になってきたんでね、実際に現場をね、これ今は森友学園が所有者ですから、森友学園側はその実際に5メートルから8メートルのところにゴミがあったということを言ってるわけだから、森友が学園が今工事中だから、これもうねユンボでも持って行って、一度掘って5メートル8メートルのところのゴミがあるというのを
これはもう、国民の皆さんにきちっと見てもらう必要があるのかなと思ってます。うん、ありがとうございます。はい。毎日なわけです。先ほどあの森友学園が、虚偽の広告で、そういうふうに差し引いてもらっているのであれば、問題だというふうにおっしゃってましたけど、その場合、もしそうだった場合は、これ、認可ってどうなっちゃうんでしょうか。これはね、学校の認可ってね、嘘ついてるんちゃうか、この人ということでね、だから僕、何でも言う、認可と土地売買は分けて考えてくださいよという話をしてるわけですから。だから、こう森友側がね、まさかそんな嘘はついてないと思いますよ。でもそれがもう虚偽であればね、これはそもそもその法人の、認可のルールとして、それを学校経営者側が嘘ついたなんてなると、法人そのものの存続を問われることになります。そういう刑事罰を受ければ、多分法人はこれ成り立たんようなルールがあるはずだと思うんでね。その時はその生徒たちに、生徒たち側に、そのことによる悪い影響出ないように、これは私学科が大阪府教育庁として 全力を尽くすということです。ユンボでも持ってってってことをおっしゃってましたけど、ユンボで掘ってみるまでは認可を出さないとか、そういうご判断というのはあるんですか。これは認可とそれは別ですから。つまりそういう問題が出た時点で対策を講じるわけで、認可はまあ別の例だ。でそれがゴミがありますよ、嘘ついてましたっていうのは、これ学校経営の話じゃなくて、要はもうほとんど刑事事件的なものになるじゃないですか。わかりました、ありがとうございます。他に朝日新聞の池尻です。ちょっと今の話の関連ですと確認で、さっきのユンボの話なんですけれども、国民の皆さんに見てもらう必要があるというのは、ちょっと大阪府の権限の問題もあるんですけれども、大阪府として実際にそのゴミがあるのかないのかというのを、調査を要請するとか、何かしら行動に出る考えはあるのかというのと、今のところですね、積算過程についてはまだ示されていないんですけれども、これについて知事としてはまだ説明が不十分というか、金材とかですね、航空局の不十分と考えられているのか、その見てるんでしょうか。いやでも近畿財務局が自分で確認しなかったと、ゴミが出てきた写真持ってないというのは明らかに職務怠慢です。だから職務怠慢は怠慢として、これは処罰の要はいろいろと対象になるでしょう。ただ、職務怠慢でそのままでいいというわけにいかんから、職務怠慢だったけども、やっぱりきちっともう一度職務を遂行するという意味で、やっぱり金財がやるべきやと思いますよ。で森友さんに側にね、今所有権移ってるわけだけど、いやもう地下をもう一度チェックさせてくれと。だいたいそうなると、今度持ち主側は、いやこれ掘る費用は誰が出すのという話になるよね。掘る費用はやっぱり調査する側が出しますと。これはやっぱり金財負担で、掘る費用を出して、でもやらないと国民の納税者の皆さんの、その疑念を晴れないと思うから、もう金財がそれやればこれはっきりするんじゃないですかね。5メートルをどの位置で掘るか、もう全部5メートル掘る必要ないんで、一度、3メートルのところでゴミが出てきたというエリアを、例えば、5メートル、5平方メートルの範囲ね、下へ7メートル、8メートル掘ればもう分かるでしょ。経費にしたら、どのぐらいかな、何立米ぐらいこれで出てるか、ダンプ 2,3 台、そんな大した経費になりませんこれ。ということは、その大阪府っていうのとではなくて、近財が責任を取って国民の財産であるから、
そこはきちんと。そう。だって金財が職務怠慢なんです。これ問題なんです。金財が全部チェックしてたら問題なかった。うん。これ職務怠慢ですよ、そこは。他に。日本経済新聞の種田です、はい、民泊についてお尋ねします、はい、自民党内で民泊新法、住宅宿泊事業法ですか、の党内議論が始まったようですけども、うん、まあ、その中で、まあ、年間の宿泊日数180日以内という、まあ、上限を設けで、なおかつ、まあ、地方自治体によっては独自の、まあ、規制ですか、かけられるように、方向で、まあ、議論が進められるようなんですけども、今のその民泊新法のその議論の方向や影響については知事はどういうふうにお考えでしょうか。これはこれだけね、やっぱり今2000万人でもね、これだけやっぱりインバウンドのお客さんが宿泊施設に困ってる、まあ、状況で、2020年オリンピックに向けて4000万、2030年には6000万というのは日本の観光立国の、政府の目標数値にしてるわけですから、その、宿泊施設として民泊を利用するという方向性は非常に歓迎を、します。歓迎する。ただこれ180日以内実施するときに本当に180日どこで区切るかっていうのは非常に難しい問題だと思う。そもそも180日間営業して民泊で世の中の人が一番こう問題視されるところっていうのは、要は民泊をすることによってまあこう文化の違いからその定住者に迷惑をかかるんじゃないかと、例えば夜騒いだりね、こう言われた日にゴミ出さなかったり、まあそういうね、日本人の生活文化様式とちょっと合わないからどうなのっていうのが民泊に対して、実施するにあたっての、まあ、定住者が一番迷惑を被るという問題で、180日問題なかったら360日やっても問題ないんちゃう。180日開催して、でこれはね、180日っていうのはなぜかというと旅館やとかホテルの事業者に対する配慮なんでしょう、うん、だからこれはね、本来は規制緩和ということであればちょっと方向性がね違うと 思ってるわけです。ただまあ自民党の場合はやっぱりそういう各種団体が支持母体になってるんで、まあこういう落としどころっていうのもまあ必要なのかなとは思ってます。だからこの大阪の場合は、まあ、これ法律でそういう適用になるんだからこれまた難しい。180日はもう届け出でいいよねという形になるんで、で大阪は特区の民泊っていうのを条例で定めていただいてるんで、この特区民泊についてもこの180日法令民泊と同等の、まあ要は規制の範囲と、まあ、いうことに、まあ、これまた変えていかなければならないのかな、こう思ってます。最後におっしゃったその、180日の、まあ、規制の範囲内で、うん、だから180日は多分もうね、こっからここまで180日民泊使いますよって届け出で多分やると思うんですよ、はい、全国やから、うん、だからまあ、届け出しやすくなると思いますね。今大阪で、まあ、民泊、特区民泊で行くとさまざまな宿泊施設としての、例えば、いろいろ施設を求められ、設備を求められます、設備を。でもこれ180日民泊はもう住宅のままで多分いいんでしょ。もう半分は住宅やから、はい、いちいち、特区民泊仕様というようなさまざまな設備が必要なくなります。じゃあそれで180日民泊できるんなら大阪の特区民泊も設備についてはそのレベルというのがこれごく普通の話だと思うんで、これはやっぱり、我々も
この特区民泊がどういう手続きによって指定されるのか、そしてそれをやるためにはどのような設備を求められるのかを注視して、それに合わせて大阪の特区民泊を考えていかなければならないと思っています。戻りますけど、日数に関する影響というのは特にないというふうに理解していらっしゃるんでしょうか。うん、ないですね。180日にかけても、はい、そう、だからこれはね、自民党が支持団体に対しての配慮です。うん、我々が考えている民泊の必要性とか、民泊規制というのは定住者、うん、それから今のこの足りない宿泊施設、これをどう考えるかというところでやってますね。それから特区民泊の現況なんですけれども、先ほども所管のところに伺ったらですね、前から知事がおっしゃってたように、条例改正によって大阪府の特区民泊は2泊3日の宿泊日数に規制緩和していただいたので影響が出てるかなと思っていたんですけども、まだその認定施設も増えてないし、申請もこの2ヶ月間ですか、出てないようなんです。で、相談は結構来てるらしいんですけども、実際その日数が短縮されたらもう少しこう変化が出てくるのかなと思ってましたけども、現時点では2ヶ月弱あんまり変化が出てないようです。これについてはどういうふうにお考えですか。もう面倒くさいという状況なんでしょうね。まあ多分事業者それぞれは何らかの事故を起こすと、やっぱり事業者の責任というかね、信用力が低下するようなことになるんで、それからネットの Airbnb は利用者が直接ネット上で評価を出しますんで、評価の低いところは利用されなくなるということなんで、まあ、事業者の皆さんにとってはもう十分快適な宿泊施設提供してるじゃないと、こういう思いだと思うんですよ。というわけで、まあ手続きについて、ちょっともう、そもそも必要なのかという話があると思うんですけども、まあ、我々としたらやっぱり、この先ほども言いました定住者の皆さんに理解されなければ、その今の脱法民泊はこれ続けることができなくなるわけですから、そういうことをやっぱり、こう粘り強く説明をして、きちっと、合法民泊を増やしていきたいと思っています。まあ、そのためにも、来年度、これもそもそも、高額の民泊される方には、宿泊税もいただくわけですから、そういう民泊事業者の皆さんにもですね、こうインバウンドのその外国からのお客さんへのサービスの質を上げるための、まあ、補助金、フリー Wi-Fi の設置とかね、そういうものをの補助も打っていこうと思ってるんで、まあ、そういう、規制をすると、部分と、それから特典を与えると、この両面で、しっかりと、こう合法な民泊を広げていきたいと思ってます。先ほどお尋ねしたその民泊新法との兼ね合いですね、何も私も根拠ないんですけども、もしかすると事業者はまあ全国一斉にそういうふうに民泊が規制緩和されるんだったら、何もその特区民泊の ややこしいその申請手続きしなくても、それ待ってればいいじゃないかと思っている人が多い可能性もありますけど、それはどうでしょうか。いや、それはそうでしょう。ただ180日ですよと。ただこっちが1日からでもできるんでね。でもこれ1日からできるということは、特区民泊も1日にしないとね、こうおかしくなるんで。ありがとうございました。他によろしいでしょうか。それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。まあ、さっきの今の特区民泊ね、やっぱり国でなんで法律で一挙にあるかれたら、大阪のように条例で定めるとなると多分できないんでしょう。もう要は考え方違うし、自民党でもまあ要は大阪市議会自民党反対でしたから、特区民泊だから、大阪の特区民泊のこうやり方を全国に広げるとなると
多分できないからだと思います。応援しますよ。まあこの間ね、何が2ヶ月くらい前、河村さんと飯食った時にね、やっぱり総理を目指す男じゃにゃ言ってたけどね、もうええ加減総理無理ですよ言って俺もはっきり言ってね、うん、いや総理を目指したいんだにゃ言ってたけど、もうね次総理を目指せる政治家をね、まあこう育てる方がいいんじゃないですか、そう僕は言ってたんですけどね、ぜひ、名古屋でね、そういう次のね、こう政治家をね、ゆっくり腰据えて、まあ僕もそうだけど育ててもらいたいなと思います。じゃあ、まあ、首相選挙で自代表が応援に行かれるみたいなことも、うん、今度パーティーも行くよ、河村さんの、ご案内いただいてるんで、うん、はい、深本幼稚園の深本幼稚園の上西大さんが、うん、ツイッターでお前もう上西の話は聞くな、話にならんから、その政治家の話じゃないやんか、維新の党が上西さんに深本幼稚園を紹介しました。もうコメントしません、うん、もうもう完全にそういう彼女の炎上商法に付き合う気持ちは全くないんで、まあ、維新の党として深本幼稚園のことをちょっと調査してほしいみたいな、一切言ったことありません、僕はない、党としてそういうことはない、ない、党としていうことは党代表は僕なわけやから、うん、もうそのワイドショー的なやつはな、ちょっと違うところで、違う人に辻元清美さんにでも聞いてください。よろしいでしょうか。さっきの河村さんを応援しますというのは、もしも求めがあれば維新として推薦を出すとかそういうことも含めて考えた。いや、それはまあ求められれば、それは河村市長は僕の選挙の時もね、来てくれるし、維新で戦ってる時よくね来てくれてるし、うん、まあ考え方は行財政改革一致してるしね、まあ、向こうはもういつも言うようにね、ラーメン屋の親父が納得できる政治やけどね、まあそれはもうほとんど我々と一緒なんでね、納税者が納得するというので、だからそう要請あればね、できる限り答えたいと思ってます。うん、大村さん来るんかなって、どうなんやろうなってな、うん、寂しい話やな思って、大村さんが向こう行ったらね。すみません、関連で、うん、その行財政改革で一致しているという話ですけれども、そのなんていうか将来的に、まあ、第三極といいますか、何かその一緒にやっていきたいというお考え。いや、川村さんも一緒にやっていきたいって言うてんねん、もう僕らもウェルカムですよ言うてんねん、ただ名前変えてくれ言うから、もうそれはもう無理ですと言うてるわけよ、うん、だってもう日本維新の会やって、それから日本、維新の党になって、大阪維新の会やって、参議院終わって日本維新の会に、もう、その、こう、さらにね、そこへ落ち着いたわけやから、もう今、河村さん来るために、もう、こう名前はもう勘弁してよということです。よろしいですか。はい、お願いします。